今、また、サンソンエンタープライズの方に今向かってるんだけれども、さっき電話をしたら、今はサンソンシェアハウスの方はもう運営をしてないらしくて、もう閉めてしまったということを、ちょっと今、事務の担当の方に今電話したら、ちょっ北西にと、進みます。続いて U ターンします。分かってる、分かってる、分かったから Google マップで、ちょっと待っとけ、待っとけ。で、今ちょっと、そこのシェアハウスよりも、ちょっと20分、戻って、もう一回そこに、行って、研修の打ち合わせに行きます。まあ、やっぱりこういうこともあるね。はい、で、今向かってる最中だけれども、いやー、これ県道？これでいいのか、Google マップ。まあ確かにこれが県道388号線らしいけど、まあとにかく行ってみないとわからないし、さすがだな、人起こし。これ、なんかすげえやりごたえありそうだね。ちょっと行ってみる価値、絶対あるな、これ。はい。今9時45分ぐらいで、15分前かな。まあだいたい人起こしハウスってこれでいいのかな。とまあ、それっぽいところなんで、ちょっと行ってみます。はい。今、日にちが経って、だいたい今、サンソンエンタープライズへ行ってから、昨日か。なんで、まあ、一応、一日が空いて、今、その結果のことを話しているんだけれども、まあ、一応、研修の内容としては、まあ、農業の6次産業化をベースにおいて、なんとね、お茶漬け屋さんがあるらしく、まあ一応その特産米を使ったお茶漬けと、耕作放棄地の再生。まあ一応荒れ放題の土地をどうやって再生をさせるのかっていうのと、あとは木材の加工品の商品化っていうものをやってみて、まあ実際に、JA の下にね、生産部会っていうなんか組織があって、そこに入ると、JA の選果場を使えるけれども、選果場以外にそれを作物を出していけないっていうね、そういう縛りもできちゃうんだよね。だからあんまり農業に関しては少し、こっちの知恵、鳥取県西部の、JA の規約というか縛りがきついのかなとかは思うよね。あんまり事業主としての事業主としてのあんまり自由がないかなっていう感じで、やっぱり独立就農して一人でやると、まあ15あるから、まあ16あるぐらいかな、やっぱりやる人で。で、あとは結局それが200万円の前後の収入にしかならないし、それでもいても経費は無限に出ていく。ちょっと独立就農に関しては少し踏みとどまるような外枠とか制度とか、あとそういう仕組みっていうのかな、仕組みと、あとなんか人のいざこざ、しがらみっていうものもあるので、やっぱりそういうのは一応農業研修では来てるけれども、そういうものに固執をしない、まあもっともっと選択肢を広げていって、まあ自分の 自己実現にを体現、まあ実現するに値する、まあ生き方のヒントをもっと探していかないとダメだなぁなんて、最近っていうか、まあ今回の、サンソンエンタープライズの研修の打ち合わせで、思ったし、やっぱりサンソンエンタープライズみたいなことはしたいよね。すごい面白そうだし。だからやっぱりそういうものを、まあ、まず自分から始めてみることができるかなっていう感じだけれども、やっぱりここまで来た意味はないし、そういうものにチャレンジをしていくっていうのも、面白いと思うんで、今回の岡山のね、研修の打ち合わせと、やっぱり地方移住した後の今後を見据えた場合には、やっぱりその選択肢をいかに増やしていけるのか、そして取れるリスクに関しては、自分でそのリスクのハードルを下げれるんだったら下げていく、下げれないんだったらまだ手はつけない、でそのハードルを飛び越えるまでにもやっぱり自分の能力、力をつけるっていうことも必要だから、やっぱり田舎に住むっていうと、まあちょっと上から目線なのかな。でもね、地方に住んでる人たちは一人で3つ4つの
何かしらの特別な技術とかね、強みがあるから、やっぱりすごいなって思ったし、まあ、あと地方移住をしていくのであれば、もっと自分に力がなくちゃいけないなとは思いつつ、またね、収入源も作らなくちゃいけないし、まあ、またネットオークション、為替、FX、あともう一個何か欲しいかな、ちょっと何かもう一個欲しい。まあ、あとは自分でちゃんとなりわいを作るっていうことを念頭において、今後もその活動の軌跡をね、書いて、ブログでも、この動画でもアップをしていきたいと思います。まあ、動画に関してはちょっと最近は全然ね、動画の編集に手が回ってないんだよね。農業研修忙しくて。だからまあ、ぼちぼち、あとはいろんな人と会って、いろんな人と会ったその記録っていうのを残していくんで、田舎移住、まあ、ワーホリに行ったのはもう3年も前だけれども、まあ一応、トータルでワーホリに行こうかどうか迷ってる、まあ田舎に移住しようか迷ってるっていう人は、まあ、何かしらの、一つの一理あることは体現してるっては思っていますんで、まあ一応どうぞよろしくお願いします。で、今回は山村エンタープライズの青年協会の研修の応募を兼ねての打ち合わせでした。で、この研修は10月の中旬以降、スタートの予定です、今のところ。まあ、どうなることやって感じだね。